暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。人間、たくましくなくては生きていけない。優しくなくては生きる資格がない、と言ったのはレイモンド・チャンドラーでした。弱肉強食と同様の意味で、勝ち組負け組という言葉が今日本の国で使われています。確かに生きる力というものが必要ですけれども、それ以上によく生きる力、人間として人間らしく生きる思いやりを持った優しさというものが必要です。生きる資格としての優しさというのはどういうものか。それは決して柔弱さとか日弱さではなくて、自分自身と戦って得られる強さ、それに裏付けられているものだと思います。ある時、一人の学生が話しに来て、いろいろ話した挙句、シスター、私の彼はとても優しいのです、と言いました。ごちそうさまと思いながら、どんなに優しいの？聞きましたら、携帯をかければどこへでも来てくれる、欲しいものねだれば大抵のものは買ってくれる、と申しましたので、それでは一つテストをしてみてください。あなた方二人が手をつないで降りたプラットフォーム、そこたまたまエスカレーターもエレベーターもない駅だった。そしてあなた方二人の前をお体の悪い方が荷物を持って歩いてらっしゃる。その時にあなたの優しい彼がどうするか見てちょうだい。あなたとの手を振りほどいて、その方のお荷物を持って上までお連れする人なのか、それともあなたとの手を金輪際離すまいとして見向きもせず二人だけで歩いていこうとする人なのか。もし前者ならば、私は本当に優しい人だと思う。でも後者だったら、もうそろそろお付き合いをやめてもいいかもしれない、と申しましたら、その学生は、今度試してみますと言って帰ってきました。で、これは20世紀の社会心理学者エリヒ・フロムという人が、愛するということという本の中に書いていることで、もともと愛とか優しさというものは特定の人にのみ向けられるものではなくて、もし人が一人の人だけに優しくて他の人々に冷淡であるとすれば、それは本当の優しさでなくてエゴイズムだ、と書いております。本当の優しさというのは、ある特定の人に対しての優しさではなくて、全世界との関わりにおいて優しいということでなければいけないと思うんです。マザー・テレサがよく、愛の反対は憎しみではありません、愛の反対は無関心です、とおっしゃっておりました。憎しみは愛の反対語であり、憎い人は可愛さ余って憎さ100倍というように
気になるものでございます。ところが無関心というのは、そこに愛のかけらもない、その人の存在すら認めようとしない、関わり合いを一切持とうとしない、そういう人の姿で、この無関心が今日本に蔓延しているときに、私たちは全世界との関わりとしての優しさを育てていかないといけないと思います。優、優しいという字は人偏に憂いと書きます。それは憂いの傍らに佇んでいる人の姿をそのまま表した字です。私自身が憂いを持って心配事、苦しみを持っておりました時に、その憂いと共に生きました。そして少し優しくなったと思います。人様の場合にも、その方の羽振りがいい時にそばについているけれども、その方が落ち目になった時に離れ去っていく、その人はその方の憂いの傍らに佇む優しい人ではありません。遠藤周作が聖書の中の女性たちという本を書いていらっしゃいますけれども、その中に白血病のために11歳で死ななければならなかったマチルダという少女の詩が載せられております。私の喉が痛い時、あの子の喉も痛み、私が夜咳をする時、あの子も目を覚まして咳をしている。私がママに叱られて泣く時、あの子も私と一緒に泣いている。夕日に映る私の影帽子のように、あの子はいつも私と一緒だ。マチルダにとって、この何度も出てくるあの子はイエス・キリストでした。苦しむ人と共に苦しみ、泣く人と共に泣く。喉の痛みを奇跡的に治すでも、咳を止めるでもない。ママの叱るのをやめさせるのでもない。いつも私たちと共にいてくださるエマヌエルとしてのイエス様のお姿が、この11歳のマチルダの詩によく現れております。そしてイエス様ご自身がご自分の言葉で、マタイの9章だったと思いますけれども、医者を必要とするのは健康な人ではなくて病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来た、私たちが罪人または心や体を病んでいるにもかかわらず愛してくださるのではなくて、私たちが罪人、心や体を病んでいるがゆえに愛してくださるイエス様の御言葉だと思います。よく自分は罪深いから洗礼を受ける資格がないとおっしゃる方がございますけれども、私が申し上げたいのは、いや、罪人だからこそイエス様の身元に近づく権利があるのですよ、私もそうでしたということでございます。足跡、フットプリンツという詩がございます。あるよ、一人の人が夢を見ました。そしてその中に自分の生涯が映し出されておりました。そこにはいつも二組の足跡がついていたんです。一組は自分の足跡、そしてもう一組は主イエスの足跡でございます。ところが、
ところどころ足跡が一組しかない場所がある。そしてその時、実は自分が一番苦しみ辛い思いをしていた時だった。それを考えてこの人は主に話しかけます。主よ、私があなたに従う決心をした時に、あなたは私におっしゃいました。私は決してあなたのそばを離れない、いつもあなたと一緒にいる。なのになぜ私があなたを一番必要としたその時に限って私をお離れになったのですか。すると主がお答えになります。愛する私の大切な子よ、一組しか足跡がなかった時、私はあなたを私の肩に背負っていたんだよ。私は決してあなたを見捨てることはなかった。この詩に現れておりますように、実は私たちが悩んでいる時、悲しんでいる時、一人ぼっちではないかと思う時に、主が一番近くにいてくださる。私たちを背負っていてくださる。かくて真の優しさというのは、一人の人に対しての優しさではなくて、全世界との関わりとしての優しさだということ。そしてもう一つの特徴は、見捨てられた人を決して見捨てない。共にいる優しさということだと思います。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。マタイ9章13節。